はい、これを交換します。はい、結構回ってるな。よいしょ。どうも、おてこ TV の朝日でございます。ご視聴よろしくお願いいたします。こちらのチャンネルはですね、まあ、おてこ TV と言いまして、おてこというのは長野県のですね、ちょっと一部の方言で、おてこ、まあ、お手伝い、助手みたいな形のあたる言葉でございまして、アクアリウムね、私日々アクアリウムいろいろ考えて経験したり失敗したりしていることをですね、動画でお伝えして、皆様のアクアライフのですね、お手伝い、お手こ役に、はい、なるという、そういう趣旨の動画でございますので、いろいろチャレンジしておりますので、よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。さて、本題に入りますけれども、こちらの水槽60センチのですね、私の中では一生懸命頑張ったレイアウト水槽、溶岩石を2つねどんどんと置いてあるものなんですけれども、月初にですね必ず行うことがございます。それはですね、合わねえか、コーナーパワーフィルター、これね F2 使ってるんですけれども、これのね高活性炭入りの交換カートリッジ、はい、これを交換します。はい、で一応ですね、メーカーが定められているのが1ヶ月に1回交換してくださいよっていうことで、あれ皆さんこれ使ってらっしゃる方もいると思いますけど、1ヶ月でちゃんと交換してますか？はい、私はしようかと思います。まあ、そうじゃなきゃね、普通は1ヶ月、まあ、2ヶ月3ヶ月くらいかな。ちょっとあんまり交換しないんですけども、この水槽はそのコーナーパワーフィルターの F2、 あの価格にして900円ぐらいのやつで1個で、で生態もね結構いっぱいいるんですよ。その生態も、まあ、比較的いっぱいいて、その貧弱なねもので、でメーカー推奨の期間で本当に水質が安定して、ろ過不足にならないのかと、まあ、そういう検証をしている水槽でございます。なので、今回、3ヶ月目に入りまして、ちょっと水槽のまず状態から見ていきたいと思います。水槽の、まあ、透明度といったらこんな感じですね。比較的やっぱ綺麗ですね。活性炭がやっぱ効いているのか、透明度は高いと思います。で水草もね、まあこんな感じで茂っています。あと水質チェックを行いまして、先月2回、行ったんですけども、先月は1回も変えなくても水替えしなくてもいい水質でございました。はい、問題はね、苔が結構生えてきまして、苔対策、苔対策で、この前ね、動画アップしましたけれども、アマゾンフロックピットを、水面に浮かべております。はい、でまあこれがね栄養を吸ってくれて、不要な栄養を吸ってくれて、苔予防に、まあ、なるんじゃないかということで、行っています。まあ苔掃除はね、回数は減りましたけど、完全にはまだ、まだありまして、週に1回ぐらいは掃除しないとダメなぐらいになっています、苔掃除はね。ただその何、水草になんかいっぱいつくっていうような苔じゃなくて、ガラス面にもこびりつく緑色の苔ですね。なんでまあそんなに悪さしないというか、ただ苔掃除は大変みたいな、そんな感じでございます。じゃあちょっと早速、コーナーパワーフィルターちょっと取り出してみましょう。ちょっと取っていきますね。これ結構回ってるな。よいしょ、いいよ、取り出しました。じゃあちょっと向こう行きましょう。はい、じゃあちょっと作業台に移りましたんで、早速さっきの取り出していきましょう。よっしゃい、これね、まあそんなにねここが目詰まりしてるわけじゃないですし、まあまあまあいいかな。じゃあオープン、よいしょ、開けてみました。で一応2個入ってるんで、このね1個目は先月新しくしたやつ、これが1個目、でこれが2ヶ月目、はい、こんな感じ。まあ見た目ちょやっぱちょっとこっちの方が白いのかな、わかるかな。まあそんなに変わんない。
でむしろなんかあんまりそのなんか汚れとかあんまりついてないんで、もう一回これ入れてやった方がなんかろ過能力高そうな気がする。なんかこの茶色って多分バクテリアが多分しっかり染み付いてる証拠だと思いますんで、ただ交換します。はい。なんで、これが2ヶ月使用したやつ、まあ1ヶ月交換って言いつつ2個いっぺんにやっちゃうとやっぱさすがにろ過あのバクテリア両方とも失ってしまうことになるんで、2ヶ月で1個ずつサイクルしていくような、はい、そんな感じでございます。なんでこちらはちょっと申し訳ないですけど、破棄ということでございますね。で、じゃあさっきの、はい、交換のやつ取り出します。じゃあ2個こう入ってるん で1個だけ使います。で、説明書にでですね、説明書にあの水洗いしてこいって書いてあるんで、ちょっと水洗いしてこようと思います。はい、水洗いしてきましたということで、もともと入ってたやつを奥に入れます。奥に入れて、で、もう一個新しいのをこうしっかりで、一応まあここの中見てみましょうか。わかるかな、大丈夫そうっすね、大丈夫そうだ。もんねえな。よし、完成でございます。はい、説明しながらやったからちょっと長かったんですけども、大体2分とかでぶっちゃけできる作業ですね。簡単ですね。うん、いいですね。じゃあこれでまたつけていきたいと思います。よし、オッケー。スイッチ。お、よいしょ。来た。まあ水量はこんな感じですね。うん。まあまあ、まあまあいい感じ。うん。ちょっと揺らめき立つ感じがいいんで、少し水流の方向変えましたね。うん。いい。はい、ということで、ある程度時間が経ちまして、透明度の方も上がってきましたね。はい。で、作業時間で言ったら、まあ私は撮影してるから少し長い時間でしたけれども、まあ大体普通にやれば5分未満で終わる作業でございました。で、コストに関しても2個セットで700円弱ぐらいだったので、はい。1個350円ぐらいだと思いますので、でまあ、1ヶ月にあのきっちり1ヶ月にやっても350円で、今回見ましたけどそこまで汚れてないので、正直1ヶ月に1回っていうのは、まあ、もうちょっと長くても大丈夫かもしれませんけれども、一応ねあの 見た汚れと、あと活性炭の方ね、活性炭はやっぱあの吸収に限界があるので、はい、だからやっぱあのメーカーが推奨する1ヶ月がもしかしたらいいかもしれません。あとは、この水槽苔が結構生えていて、苔専用 あのカートリッジ、苔を抑制するみたいな、そういったこう、カートリッジも販売していたので、まあ使い分けてっていうことで、なかなかジェックスさん考えているんじゃないかと、ジェックスさんなかなか考えているなと、まあそういう印象もありますよね。うん、はい、まあ1ヶ月にね、5分と350円ぐらいで、この水質を保てるというのは、なかなかいいフィルター、JX のコーナーパワーフィルター F2 ではないでしょうか。ということで、今回は、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、メーカー推奨でしっかり行っている朝日のおてこ TV、 今後もいろいろ検証していきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと今回の動画良ければグッドボタン、悪ければバッドボタンお願いいたします。あとコメントね、質問、要望、あと、誹謗中傷はやめてくださいみたいな、応援のメッセージを待っていますので、よろしくお願いいたします。ということで、お送りしましたのは私朝日でございました。